どうも皆さん、こんにちは、ゆうです。今回、ファイナルファンタジーレコードキーパーですね、久しぶりにこちらの方やっていこうかなと思ってます。はい。で、何をやるかなんですけども、装備召喚をね、久しぶりにやろうと思ってます。最近全然僕、装備召喚引いてなかったんですけども、まあ、今回、初回の97ジェム分をですね、3回なんか引きたくなったので、気分的にね、まあ、これ動画としてあげようかなと思ってます。おそらく1周年記念ででかいイベントが来ると思って、まあ、そこでミスリ使いたかったので、まあここ3ヶ月間はなるべくミスリ使わないように貯めてますと。なので今222です。なので1周年のイベントでなんか多分また必殺技フェスとか来るのかな。でそれでやろうと思っているので、まあそちらのミスリの方を使いたいと思ってます。で、いきますかね、早速。まず聖剣伝説の方、僕これやってないんで分かんないんですけども、まあ、こちらの方一回やって、で、あと、6の、結果のマントの方と、あと、超必殺技ですね。キナの超必殺技の交渉感を一回やって、合計3回やろうと思ってます。はい。では、まず、聖剣伝説の方行きたいと思います。もう、去っていきます。5枠に行きます。虹が出ればいいって感じですね。まあ、あと、まあ、そりゃそうです。お願いします。だよね。それはでもサクッといきます。で続いて6の、本日から始まった、この何があるのかも知らないですけど、どういう装備があるのかも。いきます、お願いします。すいません、録画ちょっと中断されました。お願い、これか。はい、じゃあラストいきますか。魔導ミサイル。これ来たら嬉しいんだけどね。いきます、オーバーポイント来い、お願いします。こんなもんか。はい、ということで全部かすり。しょうがない。で、ダンジョンの方はね、ちょっと最近なんか、レコードキーパーのダンジョンの攻略の動画の上げるモチベーションっていうのは自分的に下がっててですね。まあ多分1周年記念の時も多分動画上げるとは思うんですけども、おそらくこっちの装備召喚中心の動画になるかなと思ってます。はい。ということでね、今回久しぶりレコードキーパーの動画をしてみましたけども、はい。なかなか盛り上がらない動画だったかな。虹が来なかったですね。しかも3回だけだったんで、どうでしょうか。はい、なのでここにご視聴していただきありがとうございました。まあ、次回が1周年記念でなんかイベントが来たらなんかやりたいなとは思っています。まあ、自分のですね、仕事の関係でいろいろあって、まあ、どうなるかわかんないですけど、まあ、そっちの方を見ながら、ね、動画上げていこうかなと思って、まあ、それではご視聴ありがとうございました。